あなたなり様、ゆりか様、本日もポチッとありがとうございます。今日はなんと、なーたん、BCG の注射に行ってきまーす。で、何の予防接種って、言いますと、結核を予防するために接種するワクチンということなんですよね。まあ、BCG を接種することによって、結核の発生を52から74% 程度予防することができるらしいです。ということで、もうすぐで6ヶ月、っていう時に受けます。はい。なんか前回4月の上旬にいろんな予防接種受けに行ったんですね。で、受けに行ってその次予約するじゃないですか。その時にもう2、3週間後ぐらいに BCG の予約が入って、え、予防接種この間受けたばっかりなのにまた注射打つんですかと思ったんですけど、なんか BCG は他の予防接種受けててもその同じ月でも大丈夫みたいでびっくりしました。 BCG さ、針がさ、まあ、めっちゃあるじゃん、予防注射って。あのでさ、ブツ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 残ってる子とかいるじゃないですか、小学校の時に。あれなんかちょっと自分嫌だったんですよ。自分なくて嬉しくて、だからあんまり受けさせたくないがいいなって、自分は受けなくてよかったなってちょっと思っちゃってるので、ずっと後が残ることに対して、まあ、ちょっと不安な気持ちもあるんですけども、またナーさんがね残って別に気にしないよって言うならいいんですけど、なんか私が小学校の時になくてよかったなって思った記憶があったので、そこに関してはちょっと大丈夫かなって思うんですけど、まあ、母としてはそれでね、自分が後残るのが嫌だから受けなくて結核になれましたってなったらね、自分を一生責め続けそうなので受けに行きたいと思います。さあ、なーたんちゃん、ちょっと今回は BCG ということで、いつもの注射よりはね、まあ、いつもの注射はさ4箇所打つから、それよりは1箇所に強く打つから、まあ、どっちが痛くないかわからないけど、ちょっとなーたんちゃんには頑張って乗り越えてほしいと思います。それではまず問診票をね、いつも通り書いて迎えたいと思います。だ。はい。そのうちここに来ただけで分かっちゃうようになる感じ。じゃん。あれ？言っちゃらない。あれ？
かなか。はい、ということで皆様動画見てくださってありがとうございました。ナータンちゃんは無事に BCG の注射をね終えました。なんか本当に強いのか、もう病院を出るともうケロッとしてるんですよね。まあ父のことが大好きだからか、抱っこされると結構落ち着いたりするんですけど、ね、乗り越えてくれたのでよかった。まださ で次の注射がまた1ヶ月ごとにあるのかなと思ったんですけど、もう夏以降しかなくって、もうないですね。なんか毎月あるものかと思ったんですけど、まあ、生後半年に次ね、なるので、まあ、注射の方も、免疫の方もこう、ついてきて、毎月注射行くっていうのはなくなるので、ちょっと、よかったなと。結構大変じゃないですか、毎月注射ってなったら。うん、自分的にも、あ、よかったな。あのギャン泣きは結構辛いので、ね、ミルクでもなく、痛くて泣くっていうのは、自分的にもまだ耐えられないところがあったので良かったなと思います。まだ注射はねしばらくないので、なんだちゃんも次は、ね、夏以降ってなると8ヶ月9ヶ月ぐらいかな、わかんないですけど、そのぐらいのものでね、なんかかわいそうですけど、まあ、ナータンのためにね、行きたいと思います。皆様ね、ちょっとでもこの動画が参考になったり、ナータンを頑張れと、お疲れ様と思ってくれたら嬉しいです。いつも動画見てくださってありがとうございました。これからもナータンの育児、そして家事、お仕事、SNS の方も頑張って更新していきたいと思います。皆様、いつもありがとうございます。またねー。感じになってる。うつ伏せしたけど、私これからどうしたらいいのって感じになってる。